日本生命セパ交流戦2022折り返しました。一発よし。さて、カイダさん、はい、交流戦も半分終わりまして、うん、終わりましたね。ちょうどね、なので3枚目のカードが終わりまして、はい、動画を撮っております、うん、はい、どうですか感想。あー、団子ね、団子ね。今回はやっぱりセ・リーグとパ・リーグがちょっと迫ってきてるんじゃない、この差が。もう ないって言っていいでしょうね。あら、差はね、まあ、でもほんまにない。そう、1勝とか2勝の差じゃないかな。だからどっちがリーグで勝ち越すか分からん。そうね、これね、やっぱり交流戦の妙でやっぱり大事じゃない、うん、どっちが勝ったセ・リーグパ・リーグ大事。でも自分のチーム以外、非球団以外負けるのがベスト、まあ、セ・リーグ考えるとね、うん、でも日本シリーズ考えると、うん、やっぱり勝ち越したチームは日本シリーズ取ってるわけよ。はいはいはい、今までね、まあ、パ・リーグはずっと取ってきたわけだけど、うんうんうん、やっぱりそう考えると、うん、セ・リーグは勝ち越さんといかん。そうだね、うん、やっぱりヤクルトに続いて、うん、まあ、巨人とカープどっちかがね優勝してくれたら嬉しいの嬉しいんだけど、うん、まあね、本当セ・リーグっ子ですからね。そう、まあ、でもちょっとお仕置きの言葉をいただいたりしたからな。あれ何よ。セ・リーグっ子がちょっとパ・リーグのある球団を語るなとお叱りの言葉をいただいてるからね。あ、そうですか。あ、まあ、ちょっと 見ないようにしてます、そういうの、はい。じゃあ簡単に順位とか、はい、うん、遡ってみましょう。はい、今ね、1位、うん、ヤクルトとソフトバンク、うん、同率でございます、はい、勝率6割6分7厘、うん、まあ、お見事ですね、はいはい。そして3位は団子ですね、うん、5勝4敗で、うん、阪神、中日、西武と並んでおります、うん、はいはい。そしてここから6位、うん、オリックス、DeNA、楽天、ロッテ、巨人、日本ハムと、うん、うん、これがね、なのでこれで11球団出ましたよね。はいはいはい、はい。最下位はちょっとまだ分かんないというかね。いやいや、オタクでしょ。あ3連敗しちゃいかん、やっぱりな。3連敗はいかんのよ、交流戦。いや、参った参ってるな、もうずっとさ参ってる、うん、もう割と早いゲーム、あ、割と早いイニングでちょっとやばいなと思ったからさ、うん、セリーグの5球団、うん、めちゃめちゃチェックしてた。カープが負けても他の5球団負ければいいから。ダメなんですよ、そういう考えじゃ。もう。そう、後手に回ってるよね。ダメダメダメ。勝たないと。最下位は折り返した時点でカープでございます。まあでも、借金3とかでしょ？まだ全然ね。そうだね。うん、まだ。日本も3立て行きたかったけども、強いね。まあね、簡単には勝たせてくれないね。簡単には勝たせてくれない、うん、まあ、まさかのね、カープで言うと防御率が 5.19 とダントツ唯一の、4点台以上と。いやいやいや、まあソフトバンクにちょっとやられすぎたね。やられたね、あれ、あれだけよ。ジャイアンツはソフトバンクに1勝2敗か。1勝2敗、最終戦でちょっとやっぱり男すがちゃんがいじみせた。あ、丸の2発と大したもんだね。あ、小林さん頑張ったね。小林すが小林ね。俺はもうプロスピの予想でさ、うん、第2戦の結果を受けてさ、はいはいはい、毎回毎試合やっぱり巨人入れてたわけ、選手をね、うん、でも怒りの巨人を全外しっていうことをやったら活躍したからさ、そういうことをするから俺はエセ巨人もはや新日郎って言わせてもらってるんだよ。やっぱ怒りよ、やってくれ、葉っぱをかける意味でね。もうやっぱ原さんみたいなことやっていかないと。もうやってくれんのかい君たちはと。もう打てないんだったら2号とせよ。いや、そうだよ、うん、やるよと。背押しとか関係ないよと。関係ないよ、山瀬呼ぶよと。で、得点もね、ダントツ最下位ね、17点、うん、まあ、パリーグはだから楽天が19点かな、一番悪いのが、うん、うん、ところ我々は交流戦優勝予想では投手力がいいところが勝つ、うん、楽天カープなんかはね、うん、いいんじゃないかと思ってたけど、あまりにも点が取れてないし、そう、ね、カープに関しては投手も崩れてしまっているとね。先発がね、うん、まあ、ソフトバンク戦だけよ。でも言ったら床田選手なんか好投もしたしね。床田選手良かったね、うん、あれはね。逆に、うん、1位のチームね、はい、上位ヤクルトソフトバンク、うん、彼得点取ってますよ、うん、47点、うん、ダントツですね、うん、次がだから続いて西武の33点ですから、うんうん、やっぱりヤクルトソフトバンクはきっちり打ってるね。打ってる、打ってる、うん、ディフェンス面でも防御率はヤクルトが 2.71、うん、ソフトバンクは 2.08 と、うん、素晴らしい。じゃあちなみにどこが一番もっといい球団あります、防御率に関して。防御率、はい、あ、そうっすか。まあ楽天じゃない。楽天 3.12 なんですね。あ、そう、割と本領発揮できてないですね。あ、そうね。どうですか、海田さん。ああ、じゃああれだ、待ってました、中日ドラゴンズが。中日ドラゴンズ 2.93 でございます。ああ、そう、あれ違う、どこだろうね。
1.91。 だいぶいいね。阪神タイガース。ああ、阪神か。こういう戦い方をしたかったのよ。阪神ね、素晴らしい。上がってくる可能性ありますよ。だからありますよね、さすがに。自力 V 消滅してね、うん、次の日にまさかの阪神一人勝ちでまた自力 V 復活っていう。自力 V 劇場して笑っちゃったけどね。いいね、そういうことが起こり得る交流戦はね。そうですよね、うん、まあ、なので折り返しですから、うん、このまま上位のチームは一気のまま行くのか、うん、それともカープとかね、ちょっと負け越してるところがまだまだ連勝。まあまあまあ、ソフトバンクと当たってないところあるでしょ。だってそうですね、あ、その3球だ。我々はもう越したからね。越したから峠を、ね、うん、確かにね、はい、非常に楽しみで。震えて待てよ、震えて待て。9試合かと。あ、あと9試合ありますから。よし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 、それでは、うん、簡単な振り返り終わりまして、はい、皆さんの優勝予想を確認しておこう。よいしょ。たくさんね、本当皆さんね、ご意見いただいて嬉しい限りでございます。はい、ありがとうございます。現時点で、うん、ズバリ3連単、うん、当たってる人いるのかどうか。はいはいはい、まあ中間ですけども、28人もの方が、はいはいはい、予想コメントいただいてます。うーん、まあソフトバンクとヤクルトを絡めてると人でしょうね。うん、うん、結構でもな、どちらも交流戦入る前から調子よかった。調子よかったからね。まあまあいますよ、うん、多いです。ただ、はい、今のところ的中の方はいらっしゃいません。あ、そういません、うん、なのでヤクルト、ソフトバンク、うん、これはね同率 C ですから、うん、テレコになっても OK なんですが、はい、やはり3位の阪神、中日、西武と、うん、ここが当たってないですね。うんうん、ヤクルト、ソフトバンク、ソフトバンク、ヤクルトの方は多いんですが、はいはいはい、うん、これはただ順位は決まるんだよな、確か1位は直接対決とかなんかね、かな、うん、うん、順位、優勝チームは決めるもんね。2個3個ぐらいあるんだよ多分。それでも決まんなかったらっていう感じだと思うんだけど、ね、まあ何かしら動きあります。うん、12回まであるからね、引き分けっていう確率は低いから。そうだね、うん、どうしましょう。じゃあソフトバンクヤクルトの方ちょっと紹介しておきましょうか。はい、ちょっとこのままね行く可能性も十分あるからね。あるよ、このチームはね、うん、自力が違うね。あ、でも直接対決まだだからね。まだだからね。あ、ちなみにライスネイチャーさん、うん、ソフトバンクヤクルトロッテ、うん、そうめんさん、ソフトバンクヤクルト日本ハム、うん、横山さん、うん、いつもねコメントを、うん、いち早くいただいてます。はい、ソフトバンクヤクルト楽天、うん、構造海田さん、うん、ヤクルトソフトバンクオリックス、うん、AS さん、うん、ソフトバンクヤクルト広島、うん、という感じですね。なるほど、5名の方が、うん、はい、ね、ソフトバンクヤクルトというのは強いわけだと。まあ、このままいけば、このままいけば、ね、このままいけばですから、うん、うん、それでやっぱり僕はね、AS さんのね、ソフトバンクヤクルト広島、これが一番近いんじゃないかななんて思うわけですけども。いやいや、まあ、まあね、広島は本当三立て仕返さないとダメだと思うからね。いや、そうだね。うん、三立て食らわしてやっとなんかちょっと土俵に足かかるみたいな、ね。まあ、それで5割ですからね、まさに。そうそうそう。うん、まあ、まだまだ分かんないからね。うん。それこそ、阪神がスルスルといっちゃう可能性もあるし。あるよ。ね、うん、いらっしゃいますよ、阪神優勝にされてたから、ね。あ、そう。だから2週間前だと、おいおい、ちょっと攻めすぎなんちゃうんかと。うん、思ったが、いざ始まってみればこうなってます。まあまあ、非常に楽しみです、うん、はい、残りまだ9試合もありますので、はい、注目して見ていきたいと思います、うん、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。個人タイトルなんですけども、うん、山川選手、やっぱり良くないですか。山川選手あるし、取るでしょ。ん、何、何かやったっけ。個人タイトル、山川選手と佐々木選手合流していってるんで、ちょっとバチ当たりがあるかもしれないです。交流戦の、あ、交流戦のか、交流戦の選手予想、これは当たる。愛観はフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。